こんにちは、帯川秋水です、伝えたい言葉の書店のですね、前回アップさせていただいた中にですね、まだ載っていない作品がありましたので、今日ですね、そちらの方を紹介させていただきたいと思います。ですね、こう会場エレベーターをですね降りてですね、ですぐ前の方になりますけども、こういった感じでね正面になっています。で、中入っていただいてですね、こちらの方右手の方ですね、右手の前の方に、こういったねちょっと変わった作品があるのでねご紹介したいと思います。でこちらの方ちょっと光りますかね、辻村さんの書かれた文字なんですね。文字壺っていうふうにね、文字は書いてあります。なんか力強くてね文字とは思わない感じですけど、そこにですね丸いですね、丸いこういうね点があります。でこれは何かなと思うんですけどもね、ここにちょっと説明書きがあって、壺による壺マッサージ、心も体も緩みますって書いてありますね。でこうやって見るとね、ここにですね丸いのがあって、これ壺という字をね体に例えてるんですよね。でそちらの方にですね壺の位置があるっていうことで、この下の方はね、これ足の方っていうことですかね。これ手とかね、いやね書の作品なんですけど、ちょっとね、こういった感じのものもね、ありますかね。それからですね、ぐるっとこうね、見渡すとこういう入り口の横の方ですね、こっちの方ですね。でね、こちらの方にはですね、作品がね、こう並んでいますけどもね。でこちらの方の一番奥の方にですね作品がこういったのがね、あります。で、前回の方のね、時にはちょっと説明できなかったんですけども、こうやってね見ますとですね、一輪のバラを君に捧ぐというね、ねこういったねでお手紙ですね。こちらの方のですね、これはあの田中さんの作品なので、田中さんの作品が、庭のですね一番早い時期にね6月の時にね咲いたバラを送ってくださったんですね。こういう英字新聞に包んで一筆のね、ことでね。で香りのいいイングリッシュローズっていうふうにねこうなってますけどもね。でそちらの方のがこうね、こう、一輪挿しに刺すとね、また元気回復かもしれませんということでね送ってくださったもの、でそれを一輪挿しに刺したらですねこんな風に綺麗になります。こういったね、伝えたいこと言葉ということでね作品が、それからあともう一点ですね、紹介ですねさせてもらってなかったのがこちらの方でね、これは丸山さんの作品ですね。で小さな光が歩んだ道を照らすというふうにね書いてますけどね、この小さな右額の方にね、こう作品できてますけどもね、何かね、小さな小さなというね、思いでね、歩んだ道を照らすって何かねこの気持ちがね、伝わる作品になってるなと思いますね。はい、ということでねこちらの作品をね、ちょっと紹介し忘れてしまったのでね、もう大変失礼しましたけどもね、そういったことでね、開催しております。でこちらの方はですねこんなね
立派なお花をね、いただきました、でこちら主従会の中でもね、いろんなことね、もうご協力してくださったね原口さんがね、送ってくださいましたね、はい、ということでね、紹介させていただきました。ということで、であとこのね表のはね何書いてるのか分かりづらいですけど、夢中にと書いて夢中にって書いてます。で下の方にですね、これちょっと読みづらいんですけど、かっこ O なんですね。そのここはねね、よみたいですけど、過去を吹いても仕方ない、頑張るな今この時、夢中になれと書いてあります、頑張ってしまいますけどね、頑張らずに夢中になるということが大事かなと思いますね、はい、ということでね、追加でね説明させてもらいましたのでね、ご覧いただきありがとうございます。失礼します。